福井県道の駅南越前3階へやってまいりました。大雨の影響で、こちらの方も閑散としておりますね。何分国道360号線などが止まっているので、まあ、どうしても人がいない状況ですね。でただいま時短営業ということで5時半ですけども今やっておりませんね。残念。そして、道の駅の脇には南城サービスエリアでございます。そして驚くべき光景なんですけども、なんともう廃墟のような状態となっております。でもただこちらの方は期間限定のゴーストタウンとなっております。ただね、ものすごい光景だ。何もやってない。でもこういうファミマとかスタバとかフードコートやってるんだね。これだって開店休業状態じゃん。シュールな光景ですね。なんか週末っていうか世紀末的な風景ですね。うわ、こんななんか寂しいサービスエリア珍しい。でこれあれなんだよね、本当高速動いてなくてもサービスエリアってやってんだね。これが不思議であった。でもやってないのかな。うまいですか、カレーは。私はまたおろしそばでーす。以前もおろしそばだったんだよね、俺。混ぜて、ちょっと辛味大根が混ざった。辛味と甘味大根のミックスなんかな、これ。いただきまーす。めっちゃ冷たくてうまい。氷で締めてるんだよね、これ。めちゃめちゃ。麺も、この、お汁も、めちゃめちゃ冷えてて美味しい。今晩、8月の10日の午前0時から、駿河と、この状態ですね。上り線に限ってですけども、通行止めが解除された上で無料の措置を行うそうでございます。対象区間というのが竹津インターから流入して、この区間かな、この区間が無料になるんかな。あ、これか。この状態でやっております。竹津インターから、まあ最高、このちょっと流れが早いな。画像で見てください。はい、といったことでこちらの今このゴーストタウンサービスエリアは期間限定、今日の夜の12時で終わります。で今現在こちら通行止めにはなっておりますけども、8月10日午前0時から、竹富インターをから、またちょっとこれ図を見てください。その区間が無料区間となっております。ただし下り線こちら福井向けの方はまだまだ8月末まで通れる状態じゃございません。ですからその辺はお気をつけください。そして国道8号線通れるようになってますけども、今は渋滞がひどいです。こちらの今のこの無料の区間を活用して大ガエロとして使ってみてください。本当この光景は今だけのことやと思います。もしでも今日の夜からはここはまた賑わうことになります。こうやってだんだんとね、まあ今まであったことはありますけども、それを覆してまた栄えていくことを願ってやりません。ということでバイバイ。